ニュースでね。근데 오는 리마스터를 거의 안 한 것 같아. 그래픽이 4하고 3보다도 구린 것 같아. 어? 저거는 오싸. 이마야 나이야. 아, 차현님 오랜만이에요.
いらっしゃいませ。ありがとうございました。カウントが飲まな。ちょっと待てよ、アリーが死んでもらうわ。何だよ。ああ、どうもなし。こ、こっちだよ。撃ってまらん。Yeah!
우리 갈 건데요. 하지만 저 씨. 도나이시네. 調子悪いやないか。 さっきお前にまずい肉食わされたせいや。 ちゅうのは冗談で、最近前は打てた球が打てへんねや。目悪なったんちゃうか。お前は大丈夫なんか兄弟。何がえ。もう俺らも若ない。たかが3年とはいえ無所暮らしは体に応えるはずや。今からでもうそうない。 俺は何や。また俺と差しで殴り合うんとちゃうんぐ。今日はちゃう。こいつらに相手してもらう。腹何倍も言わないしな。俺はお前が無所暮らしできるかどうかしっかりこの目で確かめさせてもらうわ。 兄弟、 お前ほんまに後悔せえへんな。 何がや。 俺とここでやり合わんかったら もう一生殴り合うことないのかもしれへんのやで。 それでもええんやな。 ああ、 わかったわ。 ほな、あんま時間もないことやし さっさと片付けたろ。 俺の今の力、目ん玉ひんむいてよう見とけや。
で、兄弟。これやったら無所暮らしも問題ないやろ。そんなん初めっから分かっとるわ、兄弟。お前の強さは俺が一番分かっとんねや。せやったらなんでこないなことしたんや。昔のお前やったら真っ先に俺に殴りかかってきたはずや。せやのになんでや。それがあかんねや、兄弟。俺はもうお前の相手できへんのや。おいたんは俺の方や。登場会支える仕事ばっかりしとったらいつの間にか牙抜けてしもうた。もう俺の時代は終わったんや。何弱気なこと言うてんね。兄弟らしないで。俺もヤクザや。強がっときたいっちゅう思いもある。せやけど自分のことは自分が一番分かっとる。これが現実っちゅうやつや。せやからお前には強いままでおってほしかった。今日はそれが確認できてホッとしたわ。真島、金金言うてもヤクザは最後は力や。力失った人間は力ある人間にその道譲らなあかん。西島、お前は登場界の力や。絶対に強いまま神室町に戻ってくるんやで。お、真島はいいで。ねえ、どっちが見送りしとんのかわからんわ。ほんまえ。お迎えが来たで。ああ。왜 또 들어온 거지? しました。珍しいですね。西島の親分が運動時間中グラウンドにいるなんて。そんなことないやろ。それより
その親分ちゅう言い方、いい加減やめてくれ。今さらいいじゃないですか、同部屋の馴染みなんてし。それに冴島さん、元は東条会の大親分さんだったって話じゃないですか。誰に聞いたんや。誰とかじゃなくて、かなり噂になってますよ。昔18人相手に一人で飛び込んでいった伝説の殺し屋だったって。シャバで有名だった受刑者の噂はすぐに広まりますからね。あ、そうそう、そういえばそろそろじゃないですか。何がえ。仮釈放っすよ、仮釈放。もう冴島の親分が入ってきてから2年くらい経ちますよね。そんなもんやな。確か親分の罪状は傷害で3年でしたよね。ならそろそろ仮釈放の許可が下りてもおかしくない頃ですよ。そううまいこと言ったらいいけどな。まあここの刑務官、特にあの副署長さんは冷徹な感じがしますからね。副署長？ああ、あの愛想ない刑務官のことか。まあお互い刑期も短いことですし、刑務官、特にあの副署長には目つけられないよううまくやっていきましょうよ。ああ、そういえばババちゃんが親分さんのことを探してましたよ。ババ？やだな、忘れちゃったんすか。同部屋のババちゃんですよ。ああ、あの若い兄ちゃんのことか。ババちゃんなんか親分さんに相談したいことがあるみたいでしたよ。俺が相談なろうかっつったら、同業の人にしか話せないって断れちゃって。同業？ちゅうことはあいつも筋もん言うことか。ま、何の悩みか知りませんが、時間があったら話聞いてみてやってください。ババはどこにおるん？さあ、あ、大島さんなら知ってるんじゃないですか。あの人運動時間中一歩も動かないでベンチに座ったままグラウンドの様子眺めてますから。わかった、聞いてみるわ。おお、冴島さんか。どうした、また鎮痛剤回してほしいのかい。いや、そんなんちゃう。たまには運動しとこか思てな。そうかい。ところでまだ俺以外の同部屋のやつら知らないのか。この数ヶ月あんたがあの連中に目つけられてるってこと。ああ、話してない。巻き込んだらあかん思てな。あんたあの連中から恨みを買うようなことでもしたのか。表にいた頃なんかあったとか。いや、覚えないな。俺がシャバにおったのが1年ちょっとやしな。幹部との検査幹部だった。それにしちゃ随分しつこくつきまとわれてんな。半年前連中がここへ入所してきてからずっと揉め事があったわけでもないのにな。もしかしたら俺がいた組織に恨みある連中かわからん。そうか。だが気をつけろよ。最初はよくある喧嘩程度に思っとったが、最近は連中のやり口もエスカレートしてきてる。次は鎮痛剤じゃ済まないほどの大怪我負うことになるかもしれんぞ。前から気になってたんだが、あんたどうしてやり返さないんだ。あかんのや。手出したらあかん事情があるんや。シャバの話か。俺は何があっても耐えて、一日でも早うここ出る必要がある。なるほどな。だから手を出せないってことか。だがこのままじゃ仮釈放まであんたの身が持たない。刑務官には相談してみたのか。いや。どうしてだ。副署長の高坂なら取り合ってくれるはずだ。厳しい男だが、反面悪事を見逃すような男じゃない。
相談する価値はあるんじゃないのか。刑務官やら副署長をそない簡単に信用できへん。沖縄第二刑務所の話だな。俺も噂には聞いてる。確かにあそこならそういうこともあるかもしれん。だがここはあの刑務所とは違う。一度真剣に考えてみたらどうだ。考えとく。うわ、そういえば同部屋の若造はあんたのこと探していたぞ。ババちゃんのことか。さっき日村にも聞いたわ。あの若造、出所後のことで悩んでんだよ。出所後？ああ。あいつがここに移送されてきてから1年が経つが、その間一度も面会をしに来たやつもいない。一度それとなく訳を聞いてみたんだが、そしたらあいつ突然泣き出してな。あのババガか。どうやらあいつ組のために殺し合ったみたいなんだが、捨てられたようだ。なんやって、あいつ殺人やったんか。あの気の弱そうなババのことだ。きっと決死の思いで殺し合ったに違いない。でも組はあいつを見捨てた。まあヤクザの世界じゃよくある話なんだろうがな。ほな、ここに移ってくる前からもう長いことお勤めしとったんやな。二十歳で人殺して無所に入って10年だ。帰る家を失ったババにとってこの時間は大きすぎる。ババは数日中にも仮釈放が許可されるらしい。それで表に出た後何するのか悩んでるんだろうよ。そうか、そんなことが。あんたもそっちの業界の人なら似たような境遇の人間何人かは知ってるだろう。同部屋のよしみであいつの悩み聞いてやってくれよな。ああ。西島の兄貴、俺のこと探しとったみたいやな。日村と大島のおっちゃんから聞いたわ。あ、いや、それでしたらもう。どないして、なんや、相談したいことあるんとちゃうんか。大丈夫っす、もう断ってきましたから。断るって何を。仮釈放っす。今署長室で正式に辞退したいって返答してきました。なんやと。だってここでだって何にもいいことないし。まあ今まで黙ってましたけど、実は自分もともとは北海道の組の人間でして。大島のおっちゃんから聞いた。殺し合ったんやてな。ぶつぶろんで。ええ、二十歳の頃です。当時組同士の戦争があって、それで当時俺の兄貴分が本家の直参やってて、もう少しで幹部に昇格できるってところまで来ていたんですけど、それでお前がその兄貴分の男に代わってやったと。はい、兄貴は自分が偉くなってすぐに俺が無所から出られるように手配してくれるって言ってたんですけど、それから何年経っても音沙汰なしで、最初は入った部署が関西だから面会に来れないんだと思ってました。でも 7,8 年過ぎたあたりからだんだん現実が見えてきて、ああもう俺捨てられたんだろうなって。ババちゃん。あ、すいません、心機臭い話しちゃって。でももういいんです、吹っ切れました。理由がどうあれ俺は人を殺した。
だから報いを受けるのは当然なんです。10年勤めたところで俺の罪は消えるわけじゃない。それだったらいっそのこと最後まで罪に向き合ってみようかなって。ほんまにそれでええんか？お前ほんまは怖いんとちゃうか？表出んのが。西島の兄貴、実は俺もそうやった。無所で何年も飯食うてると外の世界が怖なってしょうない。そやけどな、いくらここにおっても罪は消えへん。一度心焼かれた人間は表出なあかんね。表に出て現実に踏みつけられて必死に生きて初めて罪の償いになるんや。そうやって自分の生きる場所見つけるんや。どんな辛い道が待っとってもな。あいつら確か木工作業班の連中。何の用や？分かってんだろ、うちの班長が呼んでる。ちょっと顔貸してくれよ。何なんですかあいつら。西島の兄貴と何の関係が？お前は引っ込んどけ。なんだ後ろの影は。ふん、同部屋の若造か。そうか、お勤め中に忠実な兵隊スカウトしてるってわけか。こいつは関係ない。ようあんのは俺だけやろが。まあいい、ついてこい。連れてきました班長。一週間ぶりだな、佐江島。やるならさっさとせえ。そう怒んなよ。せっかくのお楽しみの時間なんだからさ。おお、あれだけいたぶってやったのにもうこんなに治ったのか。うわあ！始めろ。동성애는신이없는사람도없어사이지마노아니키아니키도이고짜그리야목고한너크기하라니야라리탄다크기하라때한도시그라이마이니하이트키다아노키모치와리하게가리유와아카란가3ヶ月くらい前から西島は国原のグループに狙われていた。週に1度か2度運動時間中に呼び出され継続的に暴行を受けている。大島のやさん、あんた前からそのこと知ってたんすか？一度西島が鎮痛剤が欲しいと言ってきてな。理由を聞いたんだ。
なんで黙ってたんすか。こいつに口止めされていたんだ。同部屋のお前らにはこのことを言わないでほしいとな。くそ、最初から分かったら俺たちが釘原から守ることもできたのに。無駄だ。そんなことしたら俺らまで釘原に狙われるだけだ。それに冴島は自らの意志で無抵抗を貫いているんだ。こいつがその気になれば、あの程度の連中相手にはなるまい。じゃあなんで冴島の親分はやり返さねえんだ。なんか理由でもあるんすか。それは高瀬が。いや、副所長さん、これは単なる事故で、俺たちがやったわけじゃ。連れて行け。はい。兄貴、ちょっと待てよ、これには訳が。日村、副所長、ちょっとこれはないんじゃないですか。食事だ。どうして手を出さない。副社長、なんであんたがここに。私の質問に答えろ。なぜ手を出さない。別に、ただ飯が喉を通らんだけ。飯の話じゃない、釘原のことだ。お前が釘原たちに暴行を受けていることは知っている。だがなぜお前はそのことを黙っているんだ。おとなしくしてれば仮釈放が早まるとでも思ってるのか。甘いな。私は理由はどうあれ、署内の風紀を乱す人間を模範囚として認めはしない。特に出所してからも裏社会に関わろうとしている人間はな。だが私も刑務官だ。むやみに暴行を受けている囚人を放っておくわけにもいかない。お前が釘原たちに暴行を受けないよう対処するくらいのことならできる。お前さえよければ刑期終了までこの懲罰房に置いてやってもいいんだぞ。私が所長に一言反省の色なしと報告すれば済むことだ。どうする。余計なお世話や。何。もし俺がここにおったら、同じ棒の人間が釘原たちに狙われてまうかわからん。同部屋というだけでもう仲間気分か。そんなんちゃう。せやけど俺やなかったら耐えられんで死んでまう。釘原の標的は俺でええんや。自分が標的になることで他に被害を出さないつもりか。これは私の推測だが、あいつらの狙いはお前だけだ。いくら釘原といえど、手当たり次第暴力行為を重ねるようなバカな真似はせんだろう。つまりお前が耐えるだけ無駄ということだ。要件はそれだけか。食事が済んだらすぐに懲罰房から出してやる。それでいいんだろう。大きに。貧乏ゆすりやめてくれ。気になって仕方ねえ。すいません。冴島のことが気になってんのか。気持ちはわかるけどよ、
俺らじゃどうにもできねえんだ。それに懲罰房なら少なくとも3日は帰ってこない。ゆっくり待つしかねえだろ。そんなこと分かってるんですけど、なんかどうしても落ち着いていられなくて。そういやお前、西島さんに相談があるって言ってたけど、話できたのか？うん、まあ。何の話だったんだよ。西島さんにしか話せない相談だって言ってたけどさ、俺らにも教えてくれたっていいじゃねえか。それは、その…なんだよ、言えよ。出所後のことだろ。極道門にはここ出た後もいろいろな事情が待ってるだろうからな。なんだよ、そんなことか。そういやお前、そろそろ仮釈放だもんな。いいよな、今頭ん中夢いっぱいって感じなんじゃないの？いや、それがそういう感じじゃないっていうか、その断ったらしいじゃねえか、仮釈放の話。刑務官から聞いた。な、ま、マジかお前、嘘だろ。副署長との面談でまだ罪を反省できてないと言ったらしい。そんなこと言ったら仮釈放を取り消しになるに決まってるじゃねえか。気でも狂ったのかお前。どういうことなんだババ。西島の兄貴。おお、お帰りなさい西島さん。懲罰房行きにしよう。ずいぶんとお早いお戻りで。はい、ようわからんけど、副署長の男がすぐに戻れるように手配してくれたようや。副署長って、あの高坂が？署内の揉め事にはいつも厳しいあの男が、どうして？さあな。そやけど仮釈放を期待すなって釘刺されたわ。あの男、極道門が嫌いらしい。まあ高坂は厳格な男だからな。あんたがシャバの大物ということを知って、署内で下手に人脈を作らせないよう警告したかったのかもしれないな。しかしよ、そんな薬剤嫌いな副署長相手にわざわざ出所したくねえなんていうバカもいるんだから、ほんとおかしなもんだぜ。ババちゃん、やっぱり考えは変わらんが、明日にでも高坂に再面談を申し出たらどうだ。まだ正式に仮釈放取り消しの決定が下ったわけじゃない。改めて反省の色を示せば向こうも仮釈放を認めるかもしれない。ああ、もう辛気くせえな。せっかく西島さんが戻ってきたんだ。こんなバカほっといて、あ、もっとこうパーッと明るい話でもしませようぜ。あ、そうだそうだ。なんやこれ、地図か？これは札幌の月見野の地図だな。ほら、みんな集まって。それじゃあ、いつの日かここから出られる時のことを考えて気分転換しましょう。気分転換？ねえ、イメージトレーニングってやつですよ。いろんな想像巡らして頭の中で月見野に行った気分になって思いっきり遊ぶんです。ちっ、なんだそりゃ、ガキの遊びにもならねえじゃねえか。そう意地張らないで、やってみれば楽しいですって。ね、西島さんもやってみましょうよ。おら、バーバー、お前も来い。はい。いいですか。それじゃあみんな、月見野の街を頭の中で想像してみてください。あいにくやけどな、俺は月見野をよう知らん。
そういや冴島さん、北の人じゃないですもんね。じゃあ、こういうのはどうです？俺が月見野に行った頃の話しますから、冴島さんは俺になったつもりで思いっきり頭の中でそのシチュエーションを想像してみてください。きっと本当に遊んだような気分になるはずですから。まあ、いいけど。それじゃ、行きますよ。오빠는시절때기억에내용이너무많아いらっしゃいませ。かしこまりました。失礼します。お疲れ様。冴島さん、どちらからいらしたんですか？で、言葉がいいですね。月見野にはお仕事で？ああ。じゃあ、のんびり月見野で遊んでいけますね。うん。私、仕事でカムロ町に行ってたことがあるんですよ。はい、ちょっと稼ぎに。なあ。ええ、初めから3ヶ月くらいで帰ってくるつもりだったんで。そうか。ああ、それは友達の家に。こっちから上京して就職してる子がいたんで、その子の家に泊めてもらってました。なるほど。冴島さんもそういうのどうですか？うん。
西島さんだったらきっと似合いますよ。現地の人ともすぐに仲良くなれそう。うん。이런걸왜메인으로넣는거야この後ですか？ええ、私もまだ西島さんと一緒にいたいです。西島さん、生まれは東京じゃないですよね？うん。やっぱり関西の人は言葉ですぐわかりますからね。ほんなら。私は北海道生まれ、北海道育ちですよ。そうか。札幌です。ん？いえ、子供の頃からずっとそうですよ。北海道の子ってなまりないんです。うん？今は普通にテレビで東京の言葉聞きますからね。おじいちゃん、おばあちゃんくらいかな。お父さん、お母さんもなまりないですよ。多分ひょっとして知らないってことはないですけど、なまらとかでも使わないんですよね。そうか。青森とか東北の人の方がめっさなまってますよ。ジョーマジ、え、めっさって言いません？いや、言いますよ。万国共通ですって。おいおい、メインチであげちゃおう。うん。西島さん、じゃあまた後でね。いらっしゃいませ。止めるで、ルージオブロウ。ゴーゴー、はい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 。カモンベイベイヤ。
아니 괜찮아 야 그렇지 페이스 야 俺もかい。あ、ねちゃん、あい。帯のような存在。怯えてるわ。唇を。おー、ルージュオブラブ。おー、ルージュオブラブ。Can't take my heart とても自由に Orange of love Orange of love Can't take my heart と心にもね Orange of love ラララララララルージュオブラかった歌聴かせてくださいよ。わかったわ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
どうです、案外いい気分転換になったでしょう。たく、おめえさんの話はどれもこれも嘘くさくてかなわん。全部本当なんですって。それにせっかく想像するならそのくらい夢がある話の方がいいでしょう。どうあがいだって俺らがシャバで飲んで食って遊べるまでにはあと数年はかかるんですからね。俺らにだって生きることを楽しむ権利はあるんです。死ぬまでここにいるってなら話は別ですけど。だから今はここでこうして耐えて身を洗ってシャバの楽しいことを目いっぱい考えて明日が来るの待ちましょうよ。楽しいシャバが待ってる。だから早く罪を償ってここを出たい。そう思う方が囚人として健全ってもんじゃありません？そうだな。ここにいるだけが俺らの人生じゃない。無期懲でもない限り俺らはここから出て最後はシャバで死んでいくんだ。だから俺たちも早くシャバに帰りたいと思うようにしねえとな。にっち。そうやな。西島さん、俺西島さん、今日は朝から診療所で治療だったはずじゃないですか。そうだ、今日は作業も休みのはずだろう。ただでさえ木工班の連中にやられたばかりなんだ。あまり表を動き回らない方がいい。治療やったらもうすんだわ。それよりババちゃんどこ行ったか知らんが。さあどこ行ってんだか。え、もしかしてそれを気にしてわざわざ運動場に。ちょっと気になってな。あんたが気にしてるのは馬場の仮釈放のことだろう。安心しな。今朝あんたが診療所に行った後、馬場が直接副所長の高坂に頼んで今ちょうど再面談をしてるとこだ。え、それ本当ですか。ああ、馬場のやつやっと吹っ切れたらしい。ちゃんと仮釈放してシャバで生きていくことを決心したようだ。そうか。家が안받았었나。いやー、それよかった。いや、あいつ相当悩んでたみたいだからこのままここに居残るのかと思ってましたよ。ババのやつ言ってたよ。ここで無駄に飯食ってるだけじゃ罪は消えない。だから厳しくても表に出て現実と向き合ってそして罪を償うってな。臆病になっていた馬場を勇気づけたのはあんたなんだよ、西島。あれ、副所長だ。ってことはもう面談終わったんじゃ。ん？それじゃあ馬場のやつどこ行ったんだ。俺ちょっと刑務官に聞いてきます。ベテリテクワクマン、どうだった、もう面談は終わったのか。それが、ババの面談1時間以上前に終わってるらしいっす。何だと。ほんなら奴はどこ行ったんや。どうでも
や、いいよ。あんた、うちの坊によるババ知っとるか？ああ、あいつ知ってる。さっき見たよ。ほんまか？どこに行ったかわかるか？最近入った気味悪いやついんじゃん。釘原だっけ？あいつらと資材置き場の方行ったわ。結構前だけど。ババちゃんが釘原と？西島さん。西島、ババなんだが、どうやら釘原たちに。ああ、俺も今聞いたとこや。あいつら、お前だけじゃ飽き足らずババにも手を出してきたってことか。クソ、あいつら。とにかく急いで資材置き場に行かな。こいつ、やりやがった。痛えよ。違う、俺じゃない。どうした？こんなところで何をこそこそやってる？こいつがいきなり大技を刺したんだよ。痛えよ。何？ババちゃん。ババ、お前がやったのか？違う、俺じゃない。俺じゃないんだ。何？じゃあその手に持っているものは何だ？こいつ、いきなりそれで俺の足を。違う。これは俺のじゃ。おい、怪我人を早く医務室に連れて行け。ババ、
前。兄貴。これで仮釈放の件もなしだな。あと数日だったというのに、バカなことをしたもんだ。なんやて。俺じゃない。俺じゃないんだ。兄貴、信じてくれ。ほら、さっさとこっちに来い。ババちゃん。大変なことになったぞ。ババちゃんがあんなことするなんて嘘だろ。当たり前だ。あいつは仮釈放の嘆願書を提出したばかりだ。そんな奴が自ら刑期伸ばすような真似するはずがない。ですよね。冴島、あんたどう思う？いずれにせよわからないことが多すぎます。誰か詳しいことを知ってないか聞いて回りませんか。せやな。안녕하세요버시오는조금이따가할것같아요
冴島さん、どうでしたか。そうですか。結局馬場がやったという証言はなかったが、やってないという証言もなかったな。けどせやったらあの刑務官らも馬場を犯人扱いできへんやろが。そりゃどうかな。ん？被害者本人が馬場に刺されたって言ってるからな、直接証拠としては十分って気もする。直接証拠？ええ、馬場ちゃんが刺したという目撃証言や被害者の証言とか、馬場ちゃんが犯行した事実を裏付ける証拠のことです。ほう。でもそれだけじゃ馬場がやったって証拠にはならないんじゃないのか。もちろん。でも俺らも刑務官もみんな馬場ちゃんが凶器持ってたことは見ています。つまり直接証拠を裏付ける間接証拠もあるってわけです。言い逃れは苦しいでしょう。日村、その知識一体。せやけど馬場は自分はやってへんって言うとるやろが、自分らそれ信じへんのか。馬場を信じるなら刺された連中の方が嘘をついているということになるが。当然その可能性もあるでしょうね。だが今はそれを証明する事実が何一つない。それじゃあどうしようもないということか。いや、手はありますよ。なんだ。馬場ちゃんが刺してないっていう証拠を集めるんじゃなく、逆にあいつらが嘘をついてるって証拠を用意すればいいんです。嘘の証拠？ええ、俺の読みじゃあの凶器、あれは刺された連中が用意したもんなんじゃないかと思ってます。あんな木彫り用ののみ、木工犯じゃない馬場ちゃんに用意できると思います？確かに。だが相手が持っていた武器を馬場が取り上げて刺したって可能性もあるだろう。ええ、でも逆にそこがおかしいんです。あの時刺された男は馬場ちゃんがいきなり刺してきたと言っていた。いきなりってことは武器を奪われたという事象の否定、つまりあの凶器は馬場ちゃんが用意したものであると被害者自ら断定してるんです。なるほどな。そしたらあの凶器の出所探って馬場が用意できんかったっちゅうのを確かめたらいいんやな。そうです。それが証明できれば被害者の証言を否定することができる。そうなれば少なくとも馬場ちゃんが犯人であることも同時に否定できます。うん。日村。はい。さっきから気になっていたんだが、どうしてお前そんなに証拠やらないやら詳しいんだ。やっぱり気になっちゃいます。このこと内緒にしておいてほしいんですけど、実は私昔同系の刑事なんかをやってまして、しかも一課の。刑事やと？なんで刑事が無所におるんや。まあそれは職業柄いろいろと誘惑がありまして、つい、いわゆる汚職ってやつに手染めてしまったと言いますか。なんで隠してた？そりゃ刑事といや犯罪者を逮捕する仕事でしょ。刑務所の中で元刑事だなんてバレたら受刑者たちからリンチされるのは目に見えてますや。そういうことか。収賄罪で幸い刑期も短いし黙りで行こうと思ってたんですが、同じ棒で一緒に飯食った仲間の窮地ですからね、黙ってるわけにもいかないと。なるほどな。見直したぜ。で具体的には何したらいい？馬場ちゃんが手に持っていたあののみがどこにあったものなのかを調べるのが一番の早道でしょう。よし、ほんならそれを調べて回るか。そうですね、手分けして情報を聞き込みしましょう。聞き込みか、まるで刑事の口ぶりだな。さあ気合い乗ってきた。
やりましょう。ああ、이걸 넣어야 돼. 왜지 이게 키플이랑 동생이 이야기랑 뭔 상관이야?
結局凶器ののみが木工班のものだったってことは分かったが、それが誰のものかは分からずじまいか。直接のみを見ることができたら誰のつこてるのみか分かるもんなんやろうか。とはいえあの凶器ならババと一緒に刑務官が持って行っちまっただろう。そうなんですよね。あれさえ見せてもらえれば出どころの調べようもあるってもんなんですが。どないする、刑務官とこ行って頼むしかないか。そこまでお人よしじゃないでしょう。刑務官も行ったら最後3人揃って帳場相撲に入れられるのが関の山です。ほんならどうすんねん。仕方ねえ、やるか。え、やるって何よ。盗むってことだよ。盗むって、大島のおやさん、あんた自分の言ってることの意味分かってます？ああ、ここはシャバじゃないんですよ。刑務官から物を盗んでバレたりしたらそれこそ懲罰棒どころじゃ済みませんよ。下手したら刑期延長も。安心しな、この俺がそんなヘマやらかさに言って。おやさん、あんたまさか。窃盗数15,000件超、逮捕歴ゼロ、背広の平八郎とは俺のことよ。知ってる、刑事課に配属された頃盗難係ですでに伝説と言われてた大泥棒だ。もう一体してるって話だったけど、まさか実在したなんて。そんな大泥棒がなんで無所に。逮捕歴ゼロなんやろ。自首したんだ、60歳の誕生日にな。自首？ああ、ずっとカミさんに隠してたんだ盗みをやってること。毎日サラリーマンのふりして背広を着て家を出ては盗みを繰り返していた。だから背広の平八郎だが、俺が定年すると決めていた60歳の誕生日、俺が家に帰るとカミさんは家からいなくなっていた。どうして？まさか親さんが盗みやってんの知ってショックで自殺したとかですか？バカ野郎、そんなんじゃねえ。盗まれたんだよ、別の男に。笑うな。盗みをやり続けた俺が一番大事なもん盗まれ続けてたことに気づかなかった。だから俺はそんな自分が嫌になって自首したんだ。人に歴史ありやな。極道組織の大親分に伝説の泥棒、それに刑事。ほんと人生どこでどんな出会いがあるか分かったもんじゃないですね。もう二度と盗みはやらねえと誓っていたが、ババのためなら仕方ねえ。きっちり俺が刑務官とこからあの凶器盗んできてやる。任せたで。ああ、それじゃあ凶器の方は大島さんに任せましょう。俺らはどうする？少しでも証言を集めましょう。今釘原の一味も全員刑務官に事情聴取を受けてますから自由に動けますしね。証言を集め終わったらここに合流するということで。分かった。次立ち合い時間ですか。
Ten baba, ne? Omarinasai! Machinasai! Omarinasai!待ちなさい。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 冴島、どうやった？俺にかかればこんな山へでもねえよ。ほんなら、ああバッチリだ。さすが背広の平八郎。バカ、でかい声出すな。すんません、つい。日村、お前本当に元刑事なのか？いや、これでも署では切れ者で通ってたんですがね。で、のみは誰のもんだったんですか？予想通り、あいつのだったよ。134番、あの釘原の番号です。ああ、早速この件を高坂に。待ってくれ。どうした冴島？そんな声面してどうした？なんでババに手出した？お前の標的は俺のはずや。何言ってんのかさっぱりわかんねえな。手出されたのはこっちの方だろうが。かわいそうに大和田の野郎、あれじゃ足に後遺症残るぜ。とぼけんのもええ加減にせえ。おいおい、勘弁してくれよ。まさかあんたもババと同じで俺らを誘ってんじゃねえだろうな。ババが大和田を刺したっちゅうこののみ、お前のんやろ。木工の作業所からお前の道具だけきれいになくなっとったわ。ババを脅して無理やり連れ出したいうことも分かっとる。さあ観念して白状したらどうや。バカが、あんなクズ一人助けたところで何になるって言うんだ。お前の仮釈が早くなるわけでもあるまいに。そないなん関係ない。今すぐ一緒に刑務官とこ行って決着つけたるやないか。ババちゃんは仮釈放が決まってたんだ。それをお前が台無しにしたんだ。あいつもおとなしく言うことを聞いてればこんな目に遭わずに済んだってのに。生意気に反抗するからこんなことになるんだ。どういうことや。ババに言ったんだよ、昨日の夜。冴島が懲罰房から帰ってきたら寝首をかけってな。なんやと。ただでってわけじゃねえ。ちゃんと表に出てからの仕事も斡旋してやるって言ったんだ。
確かあいつ組に捨てられて仮釈放をひよってたんだよな。お前だがあいつは断った。人が親切に仕事世話してやるって言ったのによ。だから呼び出してお仕置きしてやったのさ。仮釈取り消しのお仕置きをよ。教えてやろう、あん時本当は何が起こってたのかをな。はじめにあの場所で俺の部下たちが喧嘩してた。もちろん俺の指示だ。足にのみ刺して怪我もさせてな。そこにババのやつがやってきた。俺は喧嘩の仲裁に入るふりをして手に持っていたのみをババに渡した。あいつはよく考えもせずにそれを受け取ってくれたよ。あとはお前も知ってる通りだ。お前クズの中でも最低のクズや。クズに最高も最低もねえだろうがよ。所詮あいつも人殺し。ここにいる全員クズなんだよ。俺もお前もな。兄貴、佐江島、お前。立てや。やっと手出したな。早よ立て言うとんのや。望み通りいくらでも相手したる。何万回殴られてもやり返さなかったくせに、あんなバカ一人に手出されただけで切れやがって。じゃがましや。お前に切れとるんやない。俺は自分に怒っとんのや。何だと。俺は自分のことしか考えとらんかった。はよここから出なあかん。それしか頭になかった。せやからお前らに好き放題させてしもたんや。目の前におる殴りたいやつも殴られへん。それで何が極道じゃ、何が若頭じゃ。兄弟や思える男見捨てていけるほど俺は人間できてへん。知り弟の痛み体で味わうてもらうで。やれるもんならやってもらおうじゃねえか。久々の喧嘩楽しませてもらうぜ。さあ楽しもうぜ。何がおもろい。この勝負俺の勝ちだ。全囚人が見ているこの状況言い逃れはできねえぜ。手こずったがこれで俺の目的は達成できたってことだ。何の話。
俺があんたにちょっかい出してた本当の目的を教えてやろうか。祭事前の復讐じゃないのか。復讐なんかじゃねえ。俺の目的はな、祭事タイガー、あんたの刑期を伸ばすことだったんだよ。あんたをぶっ殺すつもりなら初めっからそうしてる。俺はずっとあんたが手出してくるの待ってたんだ。これであんたもめでたく模範囚から脱落、仮釈放も絶望的ってわけだ。なぜそんなことを。お前そんなことのためにババ巻き込んだんか。俺とお前はシャバで因縁があったわけちゃう。俺の刑期伸ばしてお前に一体何の得があるっちゅうんや。得とかそういう問題じゃねえんだよ。俺はただ上から命令されただけなんだからな。何やと。一体誰の差し金や。またお前たちか。冴島。副所長さん、聞いてくれ。こいつの方から手出してきやがったんだ。そうなのか。はい。これで仮釈放はなしだ。あと1年俺らと仲良くやろうぜ、冴島の旦那。お前は黙ってろ。全員連行だ。怪我している者は先に手当て。はっ。ほらこっちに来い。재미있게 만들었네.